毎週サボテンやってまいりました、第2回目ということで、はい、いやもう濃い1週間でしたね。濃い1週間だったけども、はい、草木見てんのいいからちょっとツンってなったからチクチク同じ生き物やから今日今収録しているのが、うん、日付で言ったら6月16日午前中、はい、チェックアウトしてすぐ朝ですねもうだいぶ朝、はい、寝起きもいいとこ何分前に起きたのびっくり7時半。早っなんで分からん目が覚めた。俺も7時半やな。早っ備えようと思ってな。そう何時に起きた。9時。さっきそうだって9時半集合やったから、うん、9時半からカメラ回すよって言った、うん、9時でいいね。7時半に起きた。なんてな寝ときいやまあまあ言うてますけど、昨日はあの横浜 FAD で、そうですね、このサボテン25周年ツアーの、うん、5本目か5本目です5本目ですね、はい、です5本目が無事終了しました、うん、どうでした昨日。楽しかった。楽しかった。楽しかった。そう どこが楽しかった。やっぱさ友達のバンドも見に来てくれるし、ああ、あれは嬉しかったな。いっぱい来てくれたな。あの、来てくれた、ちょっとご紹介しましょう。うん、まず、うん、希望のマサ、うん、あと、エレファントマンっていう、うん、ゾウ男っていうバンドやってたりとか、あとまあちょっと、なんとか言って、フレイルとかだったの。重鎮のとこに入ったっつって、うんうんうん、言ってたね。まあ、マサはいろんなところを渡り歩いて、うん、ボーカルやったりとか、うん、ドラムやったりしてるんですけど、一番すべてはやっぱ希望なんですよ。自分も関わってたから、そうね。まあ希望ぜひ聞いてあげてほしいんですけど、うん、あとはポール、ポール来てるみたいな。ポールいつもなんかしれっと来てくれるよ。そうそう。でも喋るの久しぶりやったな。あ、ほんま、うん。結構行ってるんすよって言ってくれた。いや、ようも来てくれるで、うん。ポールは結構ちょいちょい喋るな。ポールのギターいいしな。ポール聞こえんかった。あ、こう。え？声がいいやん。ギター。あ、ギター。嘘で声なんか声が聞こえる。聞こえんかった今。いや、ポールギター弾く姿俺めっちゃ好きやん。うん、声おもろいやん。声おもろい声。そうか。高い感じでさ。そう思ったやろ。違う本当は喋り声は低いけど歌声が高い。ポールは喋り声が高い。ブービートラップのようなギターのポールが来てくれたり、あといっぱい来てくれてたで、ね、ヌーボーの一世で、ライブ終わってからサブも来てくれて、で、あの元々すっとこのあのあギターやったから、うん、リナパルも来てくれて、あ、5名、うん、5名は説明難しいけど、元々チャイルドスクール TV の、うん、後の希望のベーシストの5名、ドーナツ25個持ってきて、そう、あの25周年をお祝いということで、はい、ドーナツ買っていこうみたいな、うん、クリスピードーナツ、やっぱいいやつやった、いいやつや、ちょっといいやつ、うん、10個もあればおじさんたちで足りるだろうって言ってたけど、いや、おもんないって言って25個買ってきたけど全然おもんなかった誰にも伝わらない、誰にも伝わらない、別におもんなかったいや、でもいいやつやな、ごめん、あの元ドルチェのマサ、うん、で今あの毎年 Song for You っていう、うん、あの長野 J でカマちゃんのこのイベントをね、うん、今年20年そうやね、20年やったか、そんな経つか、そんな経つで20回目ということで、20周年はライブイベントじゃなくて写真展をやってて、うん、やってたね、で今あのカマちゃんのフォトブックみたいなのを今作ってて、うんうん、でそれ今クラファンやってるんですよ、うん、これもぜひあのクラファン支援していただけると、はい、今 60% か 70% ぐらいまでいってるから、もう間もなく達成して、あ、もう少しで、まさに来てくれたり、僕ドルチェのスタッフの、うんうん、あ、懐かしかったな18年ぶりのライブっつった、うん、いやー頑張ってたよな頑張ってたな、だからその記憶はあるな。変わってた？変わってたよ、昔から。変わってるか。じゃあ俺も変わってるか。変わってるなと。変わってたよ。変わってたね。でもやっぱ減るよね。うん。うん。まあ、そんな感じでゲスト陣いっぱい来てくれて。はい、いっぱい来てくれました。ね、台湾はもう僕らのもう昔からの、まあ、先輩というか、まあ、ほぼ同期な感覚があるんやけど、ストンピンバー。もうストンピンはね、もう昔からの。
友達というか仲間、まあ、でも先輩なんで、先輩、先輩なんで、10周年だしね、そう、まあ、年的にはするよね、会うの、うん、でもなんか安心するというか、うん、気合は入るけどホッとする、うん、そんな先輩、まあ、やっぱりいいライブしてましたね、うん、ストンピはもう間違いないですよ、うん、間違いないです。でも昨日トン君の方、お茶屋で結構喋ってて、うん、ストンピンって何であんなアベレージ高いんですかみたいな、ふらついてるライブ見たことないですけど、確かに、いや全然あるよ、うん、もうどうにもならない時も何回もあるし、うん、あ、そこはやっぱ一緒なんやなと、うん、同じ生もののバンドなんやなって思いましたけど、うん、見たことないけどね、見たことない、うん、ほんまにさらにすごくなってる感じです、うん、年を経て、あたった、あたったの好きなところって、じゃあ昨日一日通してさ、うん、エレンザ当たったストンピアの、うん、なんかドキドキする、いや違う意味で、うん、体に悪い音楽やった、体じゃなく心臓に悪い、うん、そう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 心には良かったと思います、すごい良かった、ドキドキしっぱなしやったもんね、うん、ずっと楽屋でドラム一緒に練習してたよ、なんでかと、いやあの人上手すぎだよ、上手すぎ、しかもよう喋るからさ、聞くけど、よう喋る、うん、当たったが複雑に感じひんねんって、うんうん、もっと、もっと前はもっとすごいことやってたから、はいはいはい、当たったは複雑に感じんから楽しいって言ってたもん、あすごいシンプルで感じるの、うん、あれが、うん、もう何してるか分からんけどな、ほんまに、あとあのクリック練習してるけどどこに合わせてんのみたいな、そうで聞いたら左が5連で、うん、右8分で足を4分みたいな、はい、ポリリズムですよね、意味分からんかったそれでしょ、あれね、僕あの迷惑やったんですよ、えどういうこと、迷惑やない、僕の楽屋ちょっと寝てて、うん、うるさいなと思って、ずっとずっとクリックなってたもんな、で僕リズムトレーニング好きやから、うん、あ今左5でとかポリリズム入れてんなみたいな思いがでもそれが聞こえ出すとずっとそれに音符に集中しちゃうんですよ、小説にこうなって迷惑やなって、喋ってる時も止めへんもん、うん、ずっと喋るし、車でもやってるみたいよ、移動中好きなんやな、でも、もうほんまにライブめちゃくちゃ良くて、すごい、いや、リレンズも良かったしね、良かった、あの前半ちょっと硬かったけどそう言ってたなんかおいちゃんとせえよってちょっと思いながら見てたけど、でも後半のあれにかけて、うん、リレンズって、うん、曲いいんすよ、いいよめっちゃいい、歌詞はようわからんかもしれんけど、歌詞は遊んでるけどメロディーのセンスがめちゃくちゃいいんすよ、めっちゃいい、曲楽曲提供とかもできるんちゃうかなっていうぐらい、ああ実はあの前説の曲も自分らで作ってみる、あすごいな、僕はあれももうやめていいんちゃう、困るなシャンクの日はちょっとあれやらんでいいんちゃうやる、一応言ってみました、やるやろ、やると思う、でも AVD からはもうちょっと飽きたから違うアレンジでみたいなのをお願いされてたり、あよく海外行くから海外ではいいかなと思うけど、うん、もう知ってるし、うん、地元やし、うんもうええかなっていうちょっと思いましたでもあれも個性ですよね、うん、いいと思う、もうあのこれ放送してる時は終わってるんやけど、今日はジュニアモンスター、うん、スタンスパンク、今日はスリーマン、スリーマンね、先輩ばっかりちょっともう胃が痛なってきた、ここもすごいことになる、すごい言いたいです、ストレスじゃなくてもう濃すぎて胃もたれですよ、多いなこの2日は、ちなみに昨日俺らの今亡き社長の誕生日、おもうちょっと似顔絵描きました、あ、もう誕生日も知らんかったあれ俺通知来たから LINE の通知、この人が誕生日です、あ、通知来るやん、ギフト送りませんかっていう、送った、いや、送ってない、受け取らへんやん、あ、似てる、久々に思った、お久々に会ったって言うほどでは、そうやろなんか似てる、アクセしてた、アクセしてた意味わからんなおめでとうございます、あの39の時に命燃え尽きましたけど、本当は今は生きてたら45、6年6年目ってどうですかね、どうすよね、それもそんな経つか、そんな経つで来年が7回忌やから、
うん、なんかパーティーせんとダメですね。7回今日パーティーしてないしていい、うん、法事やけど、法事やけど、まあ法事って結局もう懐かしくみんなが集まってパーティー、パーティーあれか、ポジティブこれ見ながら読むやつやんな、まあ、お経、お経、はいはいはい、お坊さん来てくれてる、はい、というわけで、はい、絶好調のツアー回ってますけど、なんかあるかな、あのサボメン、サボメンって ご存知じゃない方も、そう、まあね、で、サボテンのライブって、ほら、改めてちょっとお伝え、ありがとうございました、ありがとうございます、ご出演サボテンのライブで、ちょっと特別なことやってるじゃないですか、物販的に行ってとかの、はい、ライブ後に行ってとか、はい、で、サボメンだったなみたいな、うん、そっちはちょっとご紹介してあげてもらっていいですか、カードを、はい、何が入ってるかわからんくって引いて、いろんな写真とカードやからみんながっかりしたり、これ欲しかったやつやとか言ったり、もっとわかるかな、もうなんかカード、いろんなカードがあって、それを集めたり、みんなで交換したり、そういう遊びもやってます。そのカードが引ける条件は、ファンクラブに入ってもらったら、まあ、見せたらどうぞできるんで、ファンクラブの入り方教えてください。ボタン押したら入ります。そう、サボメンファンクラブウェブサイトがあってね、はい、そこからクリックして入会できます。要するにサボメンに入ってると、そう、サボメンっていうそのなんていうかな、特別ページがあって、そこで僕らと会話したり、はい、僕らがサボメン限定でチケットを先行で出したり、うん、なんとなく僕らがやってるコンテンツあるじゃないですか。そうですね、僕やったらなんか映画のレビューとか生配信とか、うん、でさけは絵日記をやってたり、やっそはなんかグルメ情報、うん、そうあれグルメ情報ですから。そうやね、今んとこね、うん、出してたりとかしてます、はい、まあまあサボテンと遊ぶみたいな、うん、でそれの会員の人はライブに行って物販席に会員証を見せれるんですよ、うん、会員証を見せるとじゃないですか、ね、トレーディングカードをもらえたり、ステッカーももらえたりするの、サボメンっていうステッカーもらえたりするので、月額500円でなんとそんな盛りだくさんの、これ見てる人も全員入ってください。お願いします、よろしくお願いします。見てますからね、お願いします、はい、ライブ後に物販席で、あの例のものっていう QR コードをライブ後に出すんですよ、はい、ライブ終わってから、僕らの出番終わってから、はい、終わってから物販席に行って、その QR コードを皆さん読み込んでいただくと、その日のオフショット写真と、はい、でその日のセットリストに一言書いたセットリストをゲットできるんで、それぜひゲットしてほしい。それあんまり意外に知られてないっていう、そこまで大々的に言ってないもんね。大々的に言わなあかんのせっかくやってるから、せっかくやからね。で次のライブは明日6月22日岡山クレイジーママ2セカンドルーム、台湾がプピリットパロセックスマシーンだからスペシャル、6月23日出雲アポロ、これも25周年のツアーでプピリットパロジャパハリーネットセックスマシーンだからスペシャルとやりますんで、ぜひぜひ毎週サボテン見て遊びに来てください、よろしくお願いします。これフェスですよね、もうおもろ、もう出雲の国ほんまにおもろ、出雲もうこれちょっとやりすぎなぐらいやりすぎじゃないでもまあスス大喜びしてくれるじゃん、でススはもう喜んでるもう喜んでくれる喜んでめちゃくちゃ SNS で毎日のように発信してくれる、ありがたいな。で、このツアー、まあ、一旦ですね、その翌週は開くの で、 そうです、ね、もうここだけは言っておきたいなというのは、うん、やはり9月23日、月曜日祝日なんですけども、はい、こちら、25周年ツアーのファイナルを大阪の大阪城音楽堂にて行います、はい、で今すでに解禁しているバンドは、しました、ね、もうこれ間違えそうで怖いんで、ちょっといいですか、オーバーアームスロー、オーバーアームスロー、ロックフランク、ロックフランク、最近解禁したのがシャチ、シャチ、ダストボックス、ダストボックス、はい、解禁してます異常やな、まあ見事に同期そう、まあ、シャチはちょっと先輩ではあるけど、まあもう世間一般からしたら同期や、そうね、30周年やるシャチもね、
もう対バンも最高やし、で僕らもこの25周年の集大成なんで、もうぜひ集まっていただかないと困りますんで。あとあれやね、100日カウントダウン始まったし、ね、100日カウントダウン100日目から1週間は僕が担当してるんですけど、1日目はホワイトボードにちょっとイラストを描いたんですよ。で昨日2日目やったんですけど、ただ90を出しただけなんです。一応カウントダウンしてます。今日98日を出します。その方がいいよ、ね、どこ出すかは知らんけど、今日ライブで忙しかったんやなっていうのを感じられる。いや俺昨日ライブやったけどあれが全力や。そういうのを感じれるから、今日どうするかわからない。怖いな。ボイスメッセージ。怖いな。なんやと思ってみたら近めや。口元だけにして面白い。そこも楽しみにしてください。この100日カウントダウンもぜひ、皆さんでカウントダウンしていただいて、チケットぜひゲットしてください。はい。それではまた来週お会いしましょう。はい。サボテンでした。